一応30年以上前にですね、うちの父がですね、この会社を立ち上げまして、1代目で。で、私が、14年前に帰ってきて、1年後、13年、まあ、13年前ぐらいですかね、に会社を引き継ぎまして、今の代表取締役となっております。うちの会社は有限会社、阿蘇損害保険サービスという会社でですね、まあ、損害保険、生命保険と言われるものを取り扱っている会社でございます。もう個人のお客様に関しては、まあ、当然その生命保険をはじめ、自動車保険とか、まあ、今災害もあってますよ、建物の、火災保険、それ水害とか災害の保険、それ地震保険とか、と、まあ、お怪我の保険とか、とその、まあ、個人が人に迷惑かける賠償保険というのがあるんですけど、そういうのを取り扱っておりますし、同様、企業に関しましてもですね、まあ、企業を取り巻くそういうリスクを、まあ、守るというか、そこを請け負う、保険、まあ、企業の賠償保険だったり、まあ、企業の財産の保険だったり、まあ、そういったものを、多々取り扱っております。もう30を機にですよね、29歳に帰ってきたんで、もう30歳になるときにはここで仕事をするっていうふうに、まあ、親父と決めてましたんで、はい、プレッシャーはありましたけどね。ただ本当怒られもしたけど、その親父と付き合ってた今のお客さん、今まだいらっしゃる方々から本当によくしてもらって、だから僕も一生懸命しなきゃいけないと思う。だけどもう機械的に仕事はできないと、全て気持ちで動く仕事かなと大災害と言われるその水害なり、まあ、地震なり、まあ、そういったものをこの10年間でですね、経験させてもらって、まあ、お客様、地域の人が日頃味わわないことですので、まあ、当然その、まあ、通常業務とはちょっとですね、変わった形でですね、まあまあ、寝ずに働いた記憶だけがありますね。ひたすら走り回って、まあ、私の立場としては保険会社とお客様の間に立つ立場なんで、まあ、うまくお客様の声を伝えていくっていうのが、まあ、私の仕事っていうのを改めてこう勉強させられたかなと。地域の我々みたいな代理店じゃないと地元のことがわからないんで、まあ、地理なり位置関係なり、お客さんがどこにいるか、どこに住んでたか、そういうのも我々しかわからないんで、我々の仕事は絶対必要だなと。やっぱり保険会社がよそからやってきて、調べたところでわからないことがたくさんあるんで、やっぱそこを伝えれるのも我々の仕事なのかなと。お客さんの、地域のお客さんを守るために僕らの仕事は絶対なくしたらいけないと思っております。どれだけネットが普及しようと、うん、いやもう当然その家族であったり、はい、まあ、地域にはその、まあ、お客様とイコールその仲間たちもたくさんいるので、はい、やっぱり応援してくれる仲間たちもたくさんいるんでですね、で、まあ、こういった業種っていうのもそのたくさんある業種じゃないので、まあ、自分がやらなければっていう思いだけが背中を押してくれましたね。もう親父ももう亡くなっていないんで、自分が落ちたらお客様は路頭に迷うというふうに、もう自分で強い意志で何とか貫いていく仕事をしたつもりですけど、まあ、まだまだ足りませんけど、まあ、勉強にはなりましたけど、今の子供たちが大人になってやっぱり阿蘇に残ってくれるっていう、まあ、私も帰ってきた身ですけど、やっぱ当然その全てがいいことだけじゃないですけど、帰ってきてよかったなって、やっぱ阿蘇がいいなってやっぱ思うことがたくさんありますんで、はい、なんていうのかな、俺も人との関わりは好きな方なんで、やっぱ都会みたいにすれ違って物も言わないような関係よりも、いつも誰かとワイワイ話す方が私も好きなんで、まあ合ってるかなと、この地域がですね。だけん、まあそういった思いでこの地域を持続させたいっていう思いから、まあ、いろんな団体に、まあ、職業から携わって、まあ、そこから地域に恩返しするっていうか、まあ、私もここで事業やってる以上何か恩返していくっていうのを、まあ、きっかけはそのいろんな団体に入りながらやってるかなって感じですね。親父と付き合ってくれてた方々も多いんで、まあ、その息子っていう形で早うね代替わりして、いろんなことにはお前が出てこいって言ってくれる人たちもたくさんいらっしゃったし、まあ、ちょうど合併する時期だったんですよね、まあ、だけど宮地の方々とも、まあ、それをきっかけに本当情報交換から始まって、で、まあ、仕事のやり取りとかも始まって、
非常にためになりましたね、はあ、だからまあ仕事をして夜は青年部に顔を出して家に帰ってなかったですもんね、はい、今はですねもう43なんで、まあ、あらかたやっぱり第一線は30代の方々がもう頑張ってらっしゃるんで今はそれを支援という形で流行ってます。まあ私が30代の頃はもうだからまあ研修委員長だったりとか、まあ、いろんな事業の段取りとかですねボランティアの段取りとかはいつもやってましたし、まあ、会計とかもやってましたけど、まあ、何らか役員みたいなのはしてましたね、はい、まず今話せる大人になって、まあ、40過ぎて今話せるのは青年部の仲間たちがまず腹割っていろいろ相談事ができるかなっていうのは、まあ、これは間違いなくありますので、まあ、どんな仕事にしても自分の魅力だけは消さずにやると多分楽しくなるんじゃないでしょうかね。仕事がねあいつにやったら任せてよかったってやっぱ言われるようにやると仕事ってやっぱりとにかく楽しいと思いますし達成感があると思うんでぜひそこは気持ちとして持ってもらいたいなって。そうじゃないとやっぱり仕事って面白くなくなると思うんでお仕事っていうともう幅広くあるのでまず自分の魅力っていうか自分のいいとこを引き出してですね挑戦してほしいなと。で、まあ、私はいつも思ってることは毎日、仕事に関しては待っててもですね、まあ、特に営業とか、含めて待ってても何も得ることはないので、まあ、自分から進んで仕事っていうのはもう取りに行くしかないんで、まあ、毎日高い目標を持ってですね、まあ、挑戦っていう気持ちを持っていけばすごく楽しくなるし、まあ、それをうまくいった時はすごい達成感もあるしそれを毎日毎日ちっちゃいことでもいいんで毎日毎日何かを持って一日終わってもらうような仕事の、まあ、社会人の生活を送ってもらうと仕事って楽しいと思いますけどね、うん、漠然とやらない何か目標も毎日毎日持って結果を出していくと。うまくいかないこともあるけどうまくいかないからこそ行った時はものすごく楽しんでそういうのをどんどん経験をしてほしいなと。立派な社会人になってほしいですね。地域の皆様と家族のために、働きます。地域の皆様と家族を守っていきます。この地域阿蘇という地域と家族が大好きだからです。皆さんの笑顔が見たいです。あとは自分も自分のことが大好きです、はい、いいと今ので